はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでウィンディさんですね。はい、アレ&ギンちゃん一つです。で、今日ね発送します。いや、順調に今 PB 消化してて、3時半までなんでね、出荷がね、よいしょ、終われるかな。よいしょ。はい、じゃあまずはローダーはハーパー、サイン入りは確認できたんですけどね、この辺に入る。はい、よいしょ。まあ今年もちゃんとあるんですね。だからね、オッズの記載がやっぱなくなったので、はい、じゃあ開けていきます。ベースと RC ですね。それとミニカードとインサート仕分けしておきます。まあ届きましたらね、すべてのカードをご確認ください。ミニはちらっと後ろを見せますんで。ハンドシリアルないですね。ステンドグラスが昨日一回出ましたけど、まあパックアウトから出るってあんまりないと思うので。球場シリーズはデトロイトね。はい、アルバレスで、ノーナンバーとかもミニカードとかありますので、あの、届きましたらねご確認ください。レリックでした。デイビッド・ライトのバット、はい。で、チェイス黒、大乱チェイス、モーボン、デイビッド・コーン、懐かしいですね。アルバレス、バナですね。はい、名所タージマハールだ。はい、行ってみたいですね。タージマ見てみたいですよ。インドか。まあ行きやすくなりましたけどね、ここ3年間あれでしたけどね、ほんとあれしてなきゃ、はい、入れないみたいな感じでしたけど、スクート、モレル、ベーブルース、今のハイナンバーっぽそうですね。ルーキー3番、お、トランペット黒だ。ね。今年はちょっとね、怪我しちゃってたので、あまり出番がなかったんですけど。トミー・ジョンになっちゃったんだっけ。はい。ん？トミー・ジョンになっちゃった。なんかあれでしたよね。なんか後ろ今光ってたね。サインだ、はい、なんか光ってたなと思って。はい、行きます。せーの、よいしょ。バレナさん、はい。職業は何でしょうかね。バレナさん、うん、ちょっと待って。タトゥーアーティスト、はいですね、うん。バレナさんタトゥーアーティストな、まあ有名な方なんでしょうね、うん、はい、よいしょ。マッチシリーズですね。まあスケッチカードのアーティストのね、ショーン・ペンスさんとかも本職はタトゥー屋さん、クレメント博はね、パラレル来ました。
ダルちゃんいました。はい。よいしょ。千賀さん。で、アルバレスさんですね。で、ラスト。ラストのやつ。ん、もう一個ある。はい、ゴーマンさん。お、ジョーダン・オーカー。いいっすね。レリックでした。はい。プレイヤーとコーチ両方やってるんだ。はー。はい。ジャージなのかな、じゃあ。ね。まあ、サインカードはね、ありましたので。よいしょ。ルーキー2枚。バーディー5。あと3パック。カラパックのゴミの量がすごいです。昨日からずっと銀ちゃんやってますんで。お、藤波見に来ました。スワンソン。はい、料理シリーズですね。スペインの料理。はい、で開け終わりました。ちょっとヒットのとこだけ出ておきます。ジョーダン・オーカーですね。千賀さんも出たしね。でサインはタトゥーのアーティストですね。それとデイビッド・ライトさんでした。はい、こんな感じです。いいですね、うん、はい、ということで今日は発送します。またぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。